高等法院は、刑事法院及び控訴院とともに、イングランド・ウェールズ高等裁判所の一部門をなす、裁判所である。ハイ・コート・オブ・イングランド・アンド・ウェールズ、あるいは、それを略して、ユイ・チェシーとも呼ぶ。高等法院のある、王立裁判所高等法院は、最重要事件を一審として取り扱うほか、すべての会の裁判所に対する監督権限を有する。 高等法院からの上訴は高訴院、さらに連合王国最高裁判所へ行く。高等法院はロンドン中心部のストランド地区にある王立裁判所に置かれている。もっともイングランド・ウェールズ全域に地方登記所があり、高等法院におけるほぼすべての手続きを地方登記所で行うことができる。高等法院の長は主席判事である。歓迎により、 高等法院の男性裁判官は全員ナイトに除せられ、女性裁判官は全員デームに除せられることとなっている。高等法院は、女王座部、大法官部、家事部の3つの部に分かれている。高等裁判所費用局は、訴訟費用を取り扱う高等法院の部局で、これらの3部には属しない。高等法院のほとんどの手続きは一人の裁判官によって審理されるが、 特に女王座部において一定の種類の手続きは二人以上の裁判官からなる合議法廷に割り当てられる。イングランド及びウェールズの裁判所制度女王座部には二つの役割がある。広い範囲の契約法及び人身障害、一般の過失不法行為の事件の審理を行うと、共に監督裁判所としての特別の責務も有している。2005年まで女王座部の長は 主席判事であった。2005年憲法改革法の規定によって、女王座部長官というポストが新設された。主席判事は、現在、イングランド・ウェールズ裁判所の長官、イングランド・ウェールズ司法府の長、刑事司法の長としての役割を有している。女王座部裁判官は、刑事事件を審理するときは、刑事法院で職務を行う。さらに、女王座部の合議法廷は、 治安判事裁判所から及び同裁判所からの上訴を審理した刑事法院からの法律問題についての上訴を審理する。これらの上訴は事実記載所による上訴と呼ばれる。女王座部は女王を代理してすべての会の裁判所及びすべての政府機関を監督する。一般に法律で他に上訴の手続きが定められていない場合、会の裁判所、法廷、 政府機関または国家機関の判断に不服を申し立てようとする者は誰でも女王座部の一部門である行政裁判所に司法審査を求めることができる。一人の裁判官がまずその問題が裁判所の審査に馴染むものであるか否かを判断する。そして裁判所の審査に馴染むと判断された場合にはその問題は一人または 複数の裁判官による詳細な審議に進むことが許される。高等法院からの民事事件についての上訴は、高訴院に行く。女王座部の下には、科学技術、建築裁判所、商業裁判所、海事裁判所、行政裁判所などがある。大法官部は、エクイティの争点に関連する、商法、信託法、遺言権認法及び土地法を取り扱う。 このほか、大法官部の中に、知的財産権及び、会社法をそれぞれ取り扱う、専門裁判所がある。また、租税に関する上訴は、すべて大法官部に割り当てられる。大法官部は公平法部とも訳される。大法官部の長は、2005年10月までは、副大法官と呼ばれていた。この肩書きは2005年憲法改革法の規定によって、 高等法院大法官へと変わった。初代の高等法院大法官はアンドリュー・モリトである。大法官部で審理された事件の判例は大法官部のレポーツで読むことができる。家事部は離婚、子供、遺言の兼任、医療といった問題を取り扱う。家事部の判断は人、例えば家事部が病院に対し、 結合創生時の分離手術を親の同意なく行うことを許可した事例。ある女性に生命維持装置の電源を切ることを許可する一方で、別の重大な障害を持つ女性に対し、夫が女性の同意の上で死中者を行うことを認めなかった事例などがある。家事部は、この福祉と利益に関するすべての事件を審理する管轄権を有しており、 貢献事件については、専属的管轄権を行使する。カジブの長は、カジブ長官であり、現在は、マーク・ポッターである。カジブの高等法院裁判官は、ロンドンストランド地区の中央裁判所施設で職務を行うが、カジブの地方判事は、ロンドンホルボーン地区の一番外観で職務を行う。カジブの歴史は、比較的新しく、司法不法によって、 開示裁判所と遺言県民裁判所を統合することによって新設された。当時の名称は、高等法院、県民、離婚、開示部であり、俗に、遺言とナンパと、妻と呼ばれていた。開示裁判所と遺言県民裁判所が、他の部に移管された際に、家事部と改名した。赤小族の高等法院裁判官たち、高等法院の裁判官は、正式には、 女王陛下の高等法院の裁判官、略して高等法院裁判官と呼ばれる。正式には、また司法関係の書物では、ザ本、ミスター・ジャスティス制との称号で呼ばれる。社会的には、任命時に取得する、ナイトまたは、デームの称号によって呼ばれ、ザ本、との継承はつけられない。歴史的に見て、イングランドのすべての司法権の源泉は国王であった。 すべての裁判官は国王の代理人として裁判を行っている。また、国による刑事事件の訴追も原則として国王の代理として行われている。歴史上、地方の領主は昇援裁判所その他で司法権を行うことを許可されていた。必然的にそこで行われる司法はまちまちになり、国王に対して直接上訴がされた。 国王の代理人が国内を巡行し、国王に代わって、司法の運営をより均等なものにしようとした。裁判官が決まった地域、すなわち巡回区を巡行するという伝統は今日まで残っている。それは、高等法院地方登記礎での事件の真理である。ありがとうございます。